どうも、億万長者翼です。先生、ブラック企業の初任給について語ります。はい、出勤日数が26日ですね。まあ休みが1ヶ月に5日しかなかったので、この時点でブラックですね。で、勤務時間195時間はこれ全くの嘘です。1日11、2時間拘束されてたんで、だいたい310時間は働いてぐらいは働いてたかなと思います。はい、基本給が13万3000円、固定残業が5万5000円、固定深夜が1万5000円。で、総支給額が20万3000円ですね。で、その他もろもろ引かれたり足されたりしまして、総支給額が20万5000円ですね。で、排除金額が、健康保険が8500円、厚生年金が1万4000円、雇用保険が1100円。で、合計が2万7000円ですかね。はい。で、差引支給額は、17万7000円ですね。はい、終わります。